こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは、今日は5です。なぜ私が配信をしているかというと、感謝の気持ちを伝えたくて配信してるんですよ。いやもう本当に言葉でちょっと伝えなきゃと思って、お話し会のまもまくありがとうございます。でもまもまくだから感謝枠にできるようにしたいです。ありがとうございます、ありがとう、本当にめっちゃ嬉しい。なんかちょっとお話し会すいません、本当にありがとうございます、嬉しい。だから今日はガッツリは配信しません。軽くだけ配信しようかなと思って、ガチの配信はしないです。お礼をちょっと言いたい配信なのでガッツリ配信しませんが、ちょっとありがとうございます。ね、本当に昇格コンサートに向けてマジで本当にやばいですよ。もうなんかもう明日明後日だし、ちょっといろいろと切羽詰まりすぎてやばいなっていう感じで頑張ってます。でもね本当に少しでもね、少しでもやっぱもわんとした気持ちではやらないようにね頑張ります。ありがとうございます、来てくださってありがとう。ヤッホーこんばんは。いや配信するってじゃなかったんですけど、本当にねちょっとありがたいからちょっとお礼を言いたくて、言葉でちょっと伝えなければと思って。のぶくん、ゆきめろちゃん、りんたろう、ひーくん、たくや、フラペチーノ、エイサク、ボウさん、快速特急、ユイチ、埼玉、山添、イシケンマシーン、ヨシタク、ポンポン、チョコミント、マッチュ、ナナシマル、津田ひろふみさん、スーさん、草刈りきぽっくん、スミト、ヤギヤギ、ユッピー、シャン、つぐみん、ハッピー、エイジ、ゆうき、福さん、草刈りきさん、キヨさん、ヤスベイさん、ゴンガラガゴーン、コージありがとう。いやマジでみんな今本当に頑張ってる。2期生も先輩もそうだし、マジでもう本当に昇格のコンサートに向けてめっちゃ頑張ってるので、楽しみにしててください。ゆういち、王子、晴れの国、なべこ、井戸の中じゃないねん、ゆさなこ、七しのけんさん、南光さん、ゆりちゃん、お疲れ様、こんばんは。いやもう配信ちょっと本当になんかもうあれ、さっき家帰ってきたんですけど、一旦そのリハーサルが終わって、どうなってるかなと思ってみたら、でもまあ枠が3つもあったの、もう泣きそうになった、もう泣きそうになった本当に。でも目標は感謝枠なので、感謝枠に、でもなんかまでも本当にお礼を言ってきたいと思って配信してます。ありがとうございます。感謝枠明日更新される頃には感謝枠になったらいいなって思いますね。いやでも本当にありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しい。なんかまだ
だ決定はしてないけど、なんかとても不安だったからさ、いや本当にめっちゃ不安だったから、もう目標は難しいなと思ってたので、いやもう本当にめちゃめちゃありがとうございます。本当にでもめっちゃ楽しみです私も。だから次更新される頃には感謝枠決定してたらいいなって思いましたね。本当にありがとうございます。本当に本当に感謝ありがとうございます。マジでふくさんハートありがとう。ふくさん今日も大好きありがとう。あきょうちゃんこんばんは。クリミもヨネシーもこんばん。ヨシキさんもまさきさんもありがとう。かきひこさんもでも本当にルーシーさん、あのね今日また今見てくださってる皆さん、今日は今日の18時からオンラインお話し会の受付が始まってるので、もしよかったら下のリンクから飛んでみてください。お洋服着てる、お洋服その日にこれ着るよってお洋服の詳細がこちらの下の欄にありますので、もしよかったらね、気になる日程とかあったら待ってます。で今あのマモ枠が10月30日と12月18日と12月19日なんですよ。19日、だから待ってます。全然ぜひ待ってます。待ってる方とかいたらぜひ待ってます。あとねチェキ会、オンラインチェキ会の受付があと2日くらいしかないので、もし気になってるようであればぜひ待ってます。可愛い昇格できたと想定して可愛いお洋服をいっぱい選んで待ってますから、ぜひ待ってますよ。からになる、いやもう本当にありがとう、マジでありがとうございます。グデタマさんもこんばんは、ありがとう。でもよかった、そうですね、ぜひ毎晩ありがとう、めっちゃ嬉しい本当に。でもなんかあれサイン会もサイン会決定してた。いやもうありがとうございます本当にいっぱいじゃあサイン書きますから。ああとね、あのお昼のサンプラザの座席に置くメッセージカードとかめっちゃいっぱい書いたので待ってます。裏なんか 表だけじゃなくて裏にも書いたやつとか結構あるので、ぜひ当たってほしいな。りねちゃん推しさんとか、りねちゃん推しさんにぜひ当たってほしいですね。メッセージカード書き終わった。え、でもやばいな、あと2日って実感がわかん。え、でも明日土曜日じゃろ、で日曜日って考えたらやばい。もういやもう早すぎるわ、早すぎるわ、ほんまに早すぎる。赤ヘルサンタさん、むつみさん、コギトさん、おでこサンシャインさん、風さん、ガッチャン、ありがとうございます。ゆいちありがとうね、確かにめっちゃ早く感じる。かまいんさん、こたかちゃん、こんばんは、ありがとう。確かにもうたくさんハートたくさんありがとう。ラブー、
今日もラブありがとう。しかもアバターめっちゃ今更だけどシナモンくんになっとるなんかシナモンくんのアバターになっとんじゃけど、かわいい、ありがとう。あ、ジュリボーお疲れ様、ヤッホー、たくみんもありがとう、ひろふみさんもこんばんは、ありがとうございます。絶対に見つけますよ。明日神社に行ってお祈りしてくるね。あ、じゃあ私のもうお祈りしてください。昇格祈願と昇格祈願祈願か昇格祈願祈願祈願とか祈願とかもさっぱりわからん、マジでもうやばい。昇格祈願と祈願よね、昇格祈願と、じゃあもうオンラインお話し会が、あの感謝枠出ますようにってお祈りしてください私毎日毎日お祈りしてるよ、お月様に。毎日お月様にお祈りしてるよ、寝る前に。マジで潜在的な潜在的なあれ、バンジー飛んだやつダメです。じゃあマサピョン一緒に飛ぼうよマサピョンじゃあ一緒に飛ぼうよ、うん、こんなにお話し会私、あまちゃんありがとう、嬉しい。私も初なんとかでエマにありがとう、嬉しいきょうちゃんハートたくさん、ありがとう。これはあれかな、おも一緒に神社に行けないから、ありがとう。きょうちゃん大好き、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。うん、いつも確認ボタン押す時に祈ってます。ありがとうございます。私もちゃんとね祈ってるよ、ね、本当に寝る前にマジで祈ってる。写真撮りたい。あ、ツーショット会まだね、確かにツーショット会まだ決定してない、ツーショット会しよう、ツーショット会しましょう、ツーショット会しよう。サトシンデありがとう、ヤッホー、サトシンデハートもありがとう、サトシンデがラブありがとう、嬉しい。ちょっとあのさ、セブンのさ、なんか2分の1野菜が取れるちゃんぽんスープみたいなやつがめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったけんちょっと飲んでほしい。なんかほんまになんかちゃんぽんみたいな、ほんまになんかちゃんぽんみたいな感じだった、ガチでめっちゃ美味しかった。うん、福さん、あ、くまちゃんありがとう、福さん、福さんに愛されるくまになりたい、ありがとう、ありがとう、かわいい。昇格した宮島のね、本当に壺のシーンもハートたくさんありがとう、ラブありがとう、嬉しい、キュン。でもなんか久々にファンの人に会う気がする、気のせいかな、なんか全然全然会ってる気がせん、なんでなんだろう、え、本当に久々にファンの人に会った気がする、会った気がするっていうか、あ、会う、そう、昇格の日に会うっていう、そう、すごいびっくり、楽しみですね。ね、久々だよね、なんか久々の感じがする。ジュリボーハートたくさんありがとう、ジュリボーが今日も好き、
ありがとう。久々だよね、確かに。まさみくんありがとう。ヤッホー、まさみくん来てくれて嬉しい。よしかなさんもありがとう。さとくんもありがとう。ヤッホー。でもなんかさ、2ヶ月間もツアーあったんじゃっていうことにびっくりした。2ヶ月間もツアーあったんじゃって、そんなにツアーやっとったんかなって感じですけど、もう明日明後日には完結ですよ、ニキの。うわー、なんか楽しみでもあるけど不安でもあるけど楽しみ。楽しみでもあるけど不安でもあるけど楽しみ。でも決めてて、レッスンいっぱい遅れそう、レッスンいっぱい遅れそうなんですよ、位置的に。なんかいろんな曲あるけど位置的にレッスンが遅れやすい、多分距離が近い気がする。分からん、私まだ会場の構成あんま分からん、あんまり言えないし分かんないし何とも言えないんですけど、位置的にはファンの人と近い気がしてきた。しかもレッスンを遅れる、遅れやすいと思います。だからマジで遅れまくるわ。いつも以上に送ろっかな。じゃあいつも以上に送れるわ。うん。じゃあレス、うん。ねえ、気づくかな。じゃあもう気づいた頃にはもう。なるように、もうブラックとピンクフリフリしてください。ややちゃんじゃなくてややちゃんじゃなくてリネでお願いします。たっくんこんばんは、ありがとう。クリミンもありがとう、嬉しい。まだ席とかさ来てない、みんなまだ。なんかそういうのあんまりあれだけど、席もうわかる、席もう分かっとんか。だってなんか前さ、りねちゃん推しさん前配信した時にりねちゃん推しさんがさ、なんかりねちゃんに絶対気づいてもらえる席じゃとかって言ったけんさ、受験多分分かるよね。うん、いつも以上に遅れたらいいなって思います。楽しみにしといて。なんかクワトロも楽しみ、なんかクワトロも楽しみだし、なんか全部楽しみだよね、普通に。なんか全部楽しみ、ライブが全部楽しみになってきた。なんかもう、なんか最近の本当に、なんか本当になんか楽しい、なんか幸せなこと何かって言うと別にないけど、いやでも本当に、でも間もなく本当にありがたい幸せでも、なんかすごいなんか楽しいですね。目標に向かって進んでいけてるって、お話し会とかじゃなく普通のね、あれとかもところすごい充実してるなと思いますね。全部楽しみ。なんか雨降っとるし、姉ちゃんのサイレンブラックって、なんかドンキとかに売ってるって言った。なんか通販とかはめっちゃもう買い、なんか通販とか、だからキンブレのブラックって言ってました、ファンの方が。だからぜひ待ってます。なんかブラック、なんかファンの方はレイちゃん推しさんとかはなんかライト消した方が見えやすいとかって言うけど、離れとってもブラックとピンク分かるんで、ライトつけとっても、まあ、白っぽいんじゃけどブラックに見える、ちゃんと私は。だからぜひ待ってます。ブラックのペンライトの人なかなかおらんけんさ、あんまり多分売ってないようで、結構あんまなんか在庫あるっぽいのででもなんか一回なくなったって言ったけど、アマゾンで買いました。じゃあアマゾンとか
ドンキーとか行ってみてください。広島のねドンキーねブラックあった。ちなみにど何回か忘れたけど、うん、つけた方がいいで、ライトつけた方がいいかも。ライトつけてほしい。普通にあのファンのグリーンちゃんさんとかはあのライトつけない方が見やすいかなとかって言うけど、つけた方が見えます。ということはもうペンライト持つ気満々じゃないですか。嬉しい。もうそれをはぐらかすとか、なんかもうそれはなんか気になるんだけどとかの問題じゃなくて、もうそれ私のこと好きじゃん。え、もうちょっと私もうすちょっと今ときめいてしまったんだけど、どうする。なんか気づ、いやもうこれはもうラブですよ。え、私も好きだよ。もうそんなこと言われたらもう新しい、それも告白の仕方。いや嬉しいな。いやテンション上がるわやっぱ。いや嬉しい本当に。でもそれ好きじゃん、もう私のことも。でも まだ綺麗でも分かんない。私はもう今はもうもっと好きになったけど、りんちゃん推しさんとかまだ気になってるって言ってくださってるりんちゃんさんとかはまだあんまり自覚ないかも。いやでもそれはもうもうそれはもう好きの予兆。もう目がキラキラしてきた。本当になんか目がキラキラしてきた。それはもう好きの予兆。うん、いやもう嬉しいな。嬉しいな。一人で舞い上がってますけど、待ってるよ。私はもう待ってるよっていうかもうおる。待ってるよっていうかもうおるけん。そう嬉しい本当に。はっ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 。え、白かってやったら白っぽいけど、でもブラックにも見える。なんかそこら辺が黒っぽいよね。こういうこうあったらここら辺が黒っぽいので見えます。ちゃんとブラックとピンク、ちょっと異論認めない。異論だっけ、なんか異分だっけ、なんか分かんない。異論ちょっと認めません。異論認めません。電池しっかり、え、ちゃんと入れてね。もう電池忘れたらダメ。大事。でんて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 ん。ありがとうございます。やすさんもこんばんは、ありがとう。りえちゃんほんまにありがとう。え、やすさん知らん人おるとか人生損してるわ。じゃあやすさんのこと知らん人おる、逆にやすさんのこと知らない人いますか。私知ってるけどみんな知ってる。人生損してるよ。人生損してるよみんな。友達になってあげて。まつんさんありがとう。まつんさんやっほーお疲れ様。だるまもありがとう。まつんさん変えただるまで昇格できますように、ありがとう。嬉しい。席、え、でもりんちゃんさん結構席教えてくれる。席教えてくれたら確実にすぐレスは送れます。探すよりも。確実にレスは送れる。ちゃんと覚えておくよ、席と寄せてくれたら。尊い、ありがとう。イデスさん今日も尊い。イデスさん今日も尊い、ありがとう。嬉しい、尊い、ありがとう。ハトちゃん、
ハトさんこんばんは、ありがとうございます。ゆんちゃんっぽいブラック、ほんまに嬉しい。ブラックとピンク可愛いよね。でも水色とかも好き水色とかも好き。ナイトカラー本当にコロ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 変わって、いやもう本当にもうこれは変えたいとは言えない。うん、もう定着させなきゃ。オレンジオレンジ、やっぱでも気分上がるよね、好きな色だったら。オレンジオレンジの方がまあ見やすいっちゃ見やすいけど、あのまあなんかシンプルだし、オレンジ2本、オランジだね。もうだけど普通にやっぱ好きな色があったら気分が上がるけん、もうこれで定着させる。ブルーとピンクも良かったけど、ブルーとピンクかぶっちゃうので、やめました。白とブルーも多分かぶっちゃう、シナモンくんから。パラプンテさんこんばんは、ありがとう。こんばんは、嬉しい。可愛いよね本当に。この前さ配信終わった、配信この前配信した時か、この前配信終わったらさ、配信した時だっけ、あ配信した時じゃん、唇の上にさ熱の肌の分からん、なんかそういうやつができて、なんかもうこれやばいわと思ったら、次の日じゃなくてもう何時間後とかには治った気がした。赤さは収まった、痛かったけど。今下に口内炎ができました、そういえば。でももう治りそう、なんか下の頂点らへんにおるけど、左のもう治りそう。セブンのあの2分の1野菜が取れるちゃんぽんスープぜひ飲んでください。なんかめっちゃ美味しい。これめっちゃファンの人に伝えたいと思って、分からん。オロナイン塗っといた。オロナイン塗っときゃどうにかなる説あるんよね、正直。オロナイン塗っといた、そしたらもう治った。こない痛いよ、こない痛い、本当に痛かった。今もおるけど、ビタミン私毎日とっとんよ。なんなら朝一番にとっとんよ。寝る前とかだったら意味がないっていうけん、ちゃんと朝一番にとってるんですけどね、それでもビタミンが足りないらしい。かわいいよねブラックとピンク。かきひこさんこんばんは、ありがとう。かきひこ来てくれて嬉しい。今日さ軽くだけ配信するとかって言ったけどさ、配信し始めたらさ楽しくて結構してしまう。やっぱりオロナイン塗っといた。テレレン探して好き、あ、王子ありがとう。だるま王子がくれただるまで昇格できますように、ありがとう。嬉しい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 。くさんもハートたくさんありがとう。くさん今日大好きありがとう。今日さあのあやぱんと爆笑した話を言ったじゃないですか。今日連絡したじゃん、ちょっと今日連絡したじゃないですか、ちょっと画面越しの君に、君たちに連絡したじゃないですか。今日あやぱんとのツーショット送ったがん。あれ見てさ爆笑した話ちょっと言おうかな、今配信する。なんかあの椅子がの後ろに何個かあったよ、会場っていうか、まあ、そこの会場じゃなくてそのリハーサルのところ、リハーサルのレッスンのところに椅子が置いてあって、でなんか、まあ、普段とは慣れんところじゃけん、結構なんて言うんだろう、まあ普段とか慣れんところでやっとったんだけど、でなんかまあ椅子があって
でも他のメンバーは、まあ、ご飯食べたりとかって別の楽屋とかに行っとったんだけど、なんかもう楽屋戻るのもあれだしってなって、あやぱんが近くにおったんよ。であやぱんと一緒に話しとったんよ。でも休憩時間だし何しようかなって言って、あでもこれちょっと写真撮りたいって言って、あやぱん写真撮ろうって言って、あやぱんとこうやってカメラを構えたんです。そしたらなんかライトのライト的になんかすっごい髪の毛がもうなんかすごいめっちゃ光、髪の毛光当たりすぎたらなんかすごい傷んでるように見えちゃうんですよ。でめっちゃパサついてるように見えて、髪の毛がもうなんか髪の毛ここさライト当たりすぎてさパサついてるように見えんって言ったらさ、確かにって言って場所変えようって言ってさ場所変えようと思ったんよ。でも立つのしんどいけん座りながらこうやって移動しとったらさ、こうやって背中後ろに壁かと思ってもたれかかった瞬間に椅子があってここにバーンって頭をぶつけたっけ。そしたら私が痛っって叫んだら、あやぱんが、あやぱんは何も痛くないのに私が痛っって叫んだ瞬間にあやぱんも痛っって言ったんですよ。私の痛っって言ってる姿を見てもうそれで大爆笑して、なんかもうやばくないって言って、あやぱん何も痛くないのに、へっこんどるぶつけた場所、へっこんどんじゃけど、脳みそなくなった、やばい、脳みそなく、へっこんどる、へっこんどる、ここへっこんどる、脳みそない、やばい、脳細胞本当に死んだかも。私言ったよ、なんか理科の時間に科学の時間に脳細胞頭バーンってぶつけたら脳細胞死んでくんでって、さ脳細胞絶対死んだって、あやぱんがそんなわけあるって時に、いやあるんよって言ったら、脳みそ本当に、やばいやばい、めっちゃへっこんどんじゃけど、大丈夫かな、最近もう怖いんだけど、なんか体の不調がなんか怖い怖い、どうしたらいい、ネタとかなきで本当にへっこんどんじゃけど、どうしたらいい、へっこんどんじゃけど、ここよ、あ前頭前野よ、前頭前野ってこっちか、あ前頭前野って後ろじゃないわ、前頭前野ってこっちか、あの前頭っていうのは頭の後ろ、ん 後頭部みたいな、なんかへっこんどんじゃけど、普段なんかぺっちゃんってなってる、にょんって、なんで面白いことではない、面白いことではバラッて、え助けて助けて、どうしたらいい、もうほん、腫れとる、腫れとってへこんでるように感じるんかな、こう例えばこう普段このあれでもポンってもうこれが腫れとるけん、こうやってボコンってなって、あ腫れとんかな、そうやって考えよう、怖いボーンってぶつけて痛ってなって、そしたらあやぱん何も感じんのやっぱもう痛って私のそれだけだけ、それが面白すぎてもう大爆笑した話です。もうちょっとそれでそっからもう笑ってあやぱんとまた話した。最近ね、あの気がついたらあやぱんが近くに、だからねあやぱんと話す、めっちゃびっくりした、いやもうこれほんまにあんま深く考えんとか、めっちゃびっくり、めっちゃびっくり面白い面白い話じゃないって言ったけど、普通に面白いわ、冷静に考えて面白い、めっちゃ面白いね、オロナイン塗ろう、いや頭にオロナイン塗ったとて頭にオロナイン塗ったとて肌じゃないけん、ひさぽんありがとう、やっほひさぽんクリームありがとう、うまっ、ハムハム、ありがとう、ぶんこさんこんばんは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 、今多分世界で一番文吾さんって言った気がする、めっちゃびっくりした、へこんどるわ思って、めっちゃ焦った、なんかさ、なんか自分だけなんかなと思うけどさ、めっちゃ切羽詰まったらさ優先順位分からんことない、めっちゃ切羽詰まったら優先順位分からんくなるくない、じゃけん優先順位分からん、ほんまにへっこんどんじゃけど、
え、髪の毛触ったら、髪の毛の上から触ってもやっぱへこんどる気がする。ぺっちゃんって、やっぱここへこんどるわ、やばい、助けて、父、ちょっと待って調べる、ちょっと待って調べるわ。え、脳みそ、脳みそへこむ、脳みそへこむ、ちょっとグーグルで調べる。え、脳みそへこむ、頭、頭ぶつける、へっこむ、へこむ、大人、頭を打った時と時間、え、へっこん、へこんだ大人、ちょっと人間ドック行こっかな。普通に最近体の不調がやばいよね、あんまり配信では言えんけど、マジで普通にやばいよね最近。どのような症状が危険？頭を打った時で記憶がない、いや記憶あるな。頭を打ってから30分以上全件忘れ、記憶喪失、いやそんなことはない、頭痛がひどく、いや嘔吐はしてない、うん、手足ない、物が二重に見えてしまうでも乱視、うーん違うか、痙攣、起きてない、意識がない、眠い、いや違う、ぼんやり、え、でも目は結構ぼんやりしてる気がする、目、なんか目がコンタクト、なんかかすむ、暴れ出してしまう、パンダのような目になってる場合、パンダのような目になってないな、あ、うわーってこと、いや暴れ出してはないかも、 いつもと変わらんけど、テンション、耳の後ろにあざがある、見えんのんじゃけどタンコブは、タンコブがあったらめまいしてない、首、え、首は痛い、首はなんか首もこうやって回しすぎて痛い、鼻血も出てない、もういいや、もう知らん、もう知らん、もういい、もういいや、なんでもいい、もう知らんもうこんな、そう頭ぶつけてから暴れる、暴れるかな、でも本当に怖すぎて、パンダ、パンダみたいな目はしてない、うんまあええか、大丈夫だ。あさっちさんこんばんは、ありがとう。とんのんさんもヤッホー、とんのんビネー、そう全然 OK、 全然 OK、 それでも元気だった、それでも幸せだったら OK ですそれでも幸せだったら OK です、全然今幸せなので大丈夫。ありがとう福さん、ファイト、ありがとう福さん、めちゃめちゃめちゃ元気なんですけどスティールで健康診断年に1回医療機関、そうなの、分からん、え、分かんない健康診断ない、分かんないけど、ああ、場所によるんじゃない、わかんないけど、いやでもマジ健康診断行った方がいいな、普通に怖い、普通になんかほんまに本当に怖い、本当に怖い、わかんないけど。てっちゃんヤッホーありがとう、怖いな。メルフさんこんばん、別に痛くない、うーん若干なんか、なんか腫れ、腫れたのかなってなんかっていう感じかな、わかんないけど、でもなんかやっぱこうやって触った時に、あ、うん、あ、こっちも、こっちも若干へっこんどるかも、あ、これは左右、あ、どっちもへっこんどんじゃけど、こっちのへっこみが強くなった感じかな、多分そうかも、うん、多分そうだな、こっちもへっこんどるわ、こっちもへっこんどんじゃけど、あー、まあ、うん、こっち今ちょっとへっこんなんか、頭の作りなんかな、え、自分もう自分の体、え、オッケー、さ、触る、オッケー、触るとか、触らんとか、え、でこれ、これさ、私のさ、私のさ LINE スタンプのポーズやんこれ、ハムハムってさやかりんが書いてくれた、あ、そう、このスタンプの話もしちゃって、
りねちゃんの LINE スタンプさ、なんかりねちゃんの LINE スタンプさ、ハムハムじゃんって言われて、うんって言って、ハムハムって何に使うのって言われて、ハムハム、え、なんかでもちょうどこの前メリタンと LINE しよった時にハムハムって送り合いっこしたよって言ったら、いやでもりねちゃんの LINE スタンプハムハムってあるけど、なんかすごい受け答えしにくい時に使えるよねって言われて、え、どういうことって聞いたら、例えばなんか言いにくい質問とか、うん、どうしたらいいんだろうって困った時にハムハムって送ったらネタ系で返せるじゃんって言ってて、いやー、私その発想なかったわと思ってさ、あやぱんそれ最高って言って、あのあやぱんから使い方を教えてもらいました。うーん、ハム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 、玄ちゃんって実はこんなんですよ。うん、どうしようかな、どうやって返信しよう、ハムハム。やばくない？でもさ、あのスタンプマジで可愛いよね、めっちゃ美化してくれてる、マジめっちゃ優しい、まつげギュンギュン。今日ダンスの先生にもなんかいじられた、ダンスの先生に、宇都宮ってどこ出身なんですか、岡山ですよ、いやこれ前めてけって思いながら心の中で、岡山ですよって言ったら、あ、確かにどんぶらこじゃもんな、ハムハムって、ハムハムそんな印象的と思ってた、うん、ハムハムさ割といじられる、え、めっちゃおもろくない、だってりえちゃんって実はこうなんでしょ、いやでもこういうことやね、これってこういうことない、そうやってやってるんでそういうことでしょ、うん、どうやって返信しよう、ハムハムやべ、ハムハム、しかもこれこれ桃じゃん、こうやってやったら桃じゃんこれ。めっちゃおもろいんだけど、やばくないこれ、あのもうめっちゃおもろいマジで、やばハム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 めっちゃおもろい。 いやハムハムだけでこんなに面白いんじゃん、自分やっぱ天才かもしれない、うん、ハムハムって俺もあの時ハムハムってそうそう、トットカハム太郎確かに死ぬ、トットカハム太郎確かにね、アンリタンさんこんばんは、ありがとう、ハムハム、うん、使ってくれて優しい、ハムハムってありがとう、嬉しい、ハムハム嬉しい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 、最近本当に嬉しい時にマジで嬉しいとかじゃない、もうあるけど、嬉しい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 って連呼しちゃうんですよ最近、連呼してしまう、めっちゃ嬉しい時、嬉しい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 って、テンション的にはそんなに嬉しくなさそうなのに、いや心の中でバカッバカッ大爆発するくらい嬉しいっていう、でも旗から聞いたらテンション的にはそんな嬉しいのテンションの声じゃないが、多分嬉しい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 って普段の声より低めにして言ってるけど、いやマジトーンのマジトーンというかマジマジトーンみたいな感じ。ハム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 ハートって思わず好きっていうのの裏返しでハムハムってことだよ、ハムハムめっちゃおもろい、でもなんかさ癖じゃけどさ、なんか足
T シャツとかをこうやってこう 足をこうやって入れる癖がめっちゃあるんですよ。みんなで服伸びるって思うけど、私めっちゃ足入れちゃう。みんな共感してくれない？なんかね、配信するとき絶対に私入れちゃうんですよね、足をこうやって入れちゃうんですよ。落ち着かん？なんか最近ちょっと寒くない？しかもてつさんこんばんは、ありがとう。最近ちょっと寒くない？でここの影みたいな、めっちゃおもろい。多分何が面白いって思ってるかもしれないけど、自分的には面白いんですよね。ここの影が服着とるように見えるじゃん、この影が。それが面白い。うん、いや長くない、そんなに丈はそんな長くない、お腹ぐらいの T シャツだけど結構の伸びがいい。この T シャツ結構伸びがいいので足入れちゃうんですよね。うん、顔入れちゃう。あーでもちょっと落ち着く。あ、足しか勝たんの私は。足を入れちまう。服のでもなんかもうレッスン着じゃんけんいいかなみたいな、これはこれに関しては。でもあんま伸びてないかも。あでもちょっとここでもそんな分からんくない？ほらそんななんか伸びてる感なくない？ちょっとあれだけど、でもあんま伸びてる感ない。うん、でも普通に足入れなかったら全然伸びてないの。こういう T シャツ、なんか大きい T シャツでもないし何とも言えない。なんかほんとに伸びて、あんま伸び全然伸びてない気がする。この T シャツって伸びるんかなっていう生地な気がする。なんかこの T シャツなんか伸びるんかなって思う生地、なんか割としっかりしてるんですよ。なんかウィンウィンみたいな、ウィンウィンみたいな、結構なんかない気がする。このタイプの T シャツはめっちゃいい。生地もね割としっかりしてるんですよ。いや別にそんな大きくない。あの私の大きい T シャツはあのクマちゃんの絵柄が描いてあった、あのハニーシナモンのやつは、ハニーシナモンぐらいだ。ハニーシナモンのやつはめっちゃ短い、あれぐらいかな。うん、全然あれかも。なるさんハムハム、ありがとう。ハム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 、なるさんハムハムハム、こんばんは。うん、桃解放ね、ソラエルさんこんばんは、ありがとう。いや本当にもうありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。桃枠3つ、これ感謝枠になったらいいなと願ってますので、もしよかったら支えてください、お願いします。ありがとう、本当にめちゃ嬉しい。なんか感謝の気持ちを伝えるために15分ぐらい配信しようと思ってたんですけど、ね、やっぱ配信したら楽しくてねやってしまう。私何時から配信始めたっけ、何時から配信始めた教えてください。ハム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 教えてください。ハム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 教えてください。ハムハムさんチームの皆さん教えてください。ハムハムさんチームの皆さん教えてください。なんか書いてあるよね、テロップのところに。19時50分かハムハム。あ、サンキューサンキューサンキュー。サンキューサンキューサンキュー。あ、語尾にハムハムさ、ハマりそう。絶対さ、うざがられるよね。絶対うざがれるわ。語尾にハムハムって。なんとかだよ、ハムハム。え、可愛くない？え、JK の間で流行りそうじゃない？え、絶対バズるでしょ、これ。わからんけど。しようね、ハムハム。行きましょう、ハムハム。可愛くない？ハムハムってなんか。めっちゃ愛着湧いてきたんだけど、ハムハム、え、可愛いよね。ちょっとさ、語尾にハムハムつけていこうよ、ハムハム。
ロビーにハムハム使っていこうよ。ハムハム、りんちゃんかわいい。ハムハム、イエス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 。あ、連呼するのにハマってるかも。なんか同じ言葉、嬉しい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 、シャ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 って。使い方教えてん、ハムハムってことですよ。今日もお疲れ様。TM さん元ヤになっちゃうよ、ハムハム。元ヤってなんですか、元ヤってことですか。元ヤになっちゃうよ、ハムハムってどういうこと。ニクちゃん、ハムハムありがとう、ハムハムありがとう、ハムハムありがとう、ハムハムってよくない？ありがとう、ハムハム使おう。え、ありがとう、ハムハムめっちゃいい気がしてきたんですけど、どないですか、ハムハム、どないですか、ハムハム。晩ご飯食べたよ、ハムハムだよ。あのね、あのセブンイレブンのね、あの2分の1野菜が取れそう、野菜ちゃんぽんスープハムハム食べた。めっちゃちょっと厚かましいけんやめとくわ、ハムハム。ちょっとハムハムやめときますね、絶対これもううざがられるわ。でもありがとうハムハムは可愛いのでちょっと使おうと思います。ありがとうハムハム。多分これはりえちゃんを知ってくださってる方とかなら、あーりえちゃんかって思うかもしれんけど、りえちゃん知らない方とか聞いたら、何を言っとんじゃーって、何を言っとんじゃーって思われるけん、ちょっと普段使いはお控えください。でも普段使いで出てしまったら、もうそれはもう沼ですよ。やばい、自分同じことしか連呼しない。でもなんかめっちゃ良いわ。自分で何を言っとんか分からん時ない？なんかやばい、本当に自分で何言っとんか分からんかったら、ファンの方も何言っとんって感じ。絶対りんちゃんの人も 何を言うんかなって思う。なくはない。そうだね、間違いないよな。まあ、で絶対そうなんよ。意識せずに出てしまう、それはもう好きなんよ。それはもう私のこと好きなんよ。それはもう可愛すぎる、可愛すぎるわ、もう本当に。ハムハムね、定着してほしいな。なんかでもゆめりんさんにハム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 って呼ばれてます。ニックネームの欄にハムハムって入れたらさ、定着しそうじゃない？なんて呼んだらいいって初期お話しした時に、りねたんとかれいちゃんとかって言ったら、ハム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 はって言われたんで、嬉しいですよ。なんかでも多分、まあ、例えば初めましての方とかが、ハムハムちゃんが、ハムハムがこの前なんとかかんとかしてたってな、まあプロフィール欄探してたら、ハムハムっていう名前の子いないけどってなりそうな。原型はとどめてないけど、可愛いと思う、ハムハムって。嬉しい。でもさ、あやぱんもさ、パンちゃんって言ったら、え、鈴木彩香か、うん、佐々木だっけ、鈴木だ、鈴木彩香ちゃん、鈴木彩香ちゃん、あ、鈴木彩香ちゃんって名前だっけ、あやぱんって。もう分からんのんじゃけど、やばい、ちょっと自分の名前もね忘れ
れかけるんですよね。私なんて名前だったっけって。鈴木彩香ちゃんも、鈴木彩香ちゃんもあのあれパンちゃん、あいやパンパンちゃんって限界とどめてなくてもいいかな。でも私は呼び捨てで呼ばれたい。リネってへっこんどんで関係ないって。じゃあじゃあもともとじゃあさ、へっこむ前のことを話すじゃないですか。私はへっこむ前に、あでも本当に最近自分の名前忘れちゃうんですよねって言うけど、へっこむ前の話じゃないですか。それももともと私がちょっと頭ちょっとやばいって言ってるのと同じですけど遠回しに言ってるのと同じですけど、でも本当にねマジでもうやばい、ガチで普通にやばい。父にも言われる。父にも頭やばい、あほんまに頭かって言われる。頭おかしいよって、頭おかしいよって言われるし、リア友にも頭おかしいって言われるんですよ。うん、自慢とかじゃなくて普通に、えなんか辛いよね、なんかえでもそんな頭おかしくないの、頭おかしくないんですけどねって感じ。シム頭おかしいよ本当に。天才理解者になる、なるさん、私もうなるさんのこと好きになっちゃった、もっと大好きになっちゃった、もうありがとうね。いつもさなんかさ優しい言葉かけてくれない、なんかぼなんかめっちゃなんか女子が喜ぶ言葉かけてくれるよねいつもバッて唐突にありがとう。メンタルケアしてくださいメンタルケア担当。えでも全然メンブレしてない最近マジで、めっちゃハッピーマジで楽しい。まあでも私は皆さんの一番のお薬ですから、あのあれ、あでもリコチにリネタは日本語弱いって言われた。なんかやっぱりえリコチに言われたってなったえでもリコチはね語彙力あるよね。でもなんとも言え、でも本当に結構なんかリネタ日本語結構リネタ日本語弱い、国語弱い、国語私日本語やば弱いって言ったら国語結構弱いよねって言って、やっぱ喋り方がもう本当になんか伝えたいことを一気に伝えようとする、え小学生なんかなんか伝えたいことを一気になんか主語とか抜き、主語とかない、主語とか私姉がとかじゃなくて、この前なんとかしょったんよお姉ちゃんがとかで言うけんか、姉がえでもなんかこの前お姉ちゃんが、あでもちゃんと言ったらこの前お姉ちゃんがってちゃんと主語って言ってる。語尾が長すなんかあれオチが長すぎるんかな、オチまでが多分長いんよ。でそれもあるよ多分、主語言った後にええ感じに進んでると思ったら伝えたいことをいっぱい必死に伝えようとしすぎてあのオチから離れていってる可能性があるとは気づいた自分では。そうちょっとじゃもう頑張るわ、話し上手になる、なるね、話し上手になります、頑張って。うん話し上手、どんな言葉ですか。エピラさん、モピラさんこんばんは、ごめんなさい日本語読めなかった何が何が何のこと、何がですかね、ごめんなさい自分で話したことすぐ忘れちゃうんですよ、記憶が。そうなんかな、多分皆さんが優しすぎて幸せすぎて多分私記憶飛んだかもしれない、そういうことじゃない、絶対そう。
マツンさんだるまありがとう。マツンさんが作っただるまで収穫できますようにありがとう。ハートもありがとう。福さん、福さん今日も大好きありがとう。トリプルワン、ツー、スリー、フォー、ハートありがとう。ということで配信終わります。ありがとうございました。よいしょよいしょよいしょ。ということで配信終わります。ありがとうございました。楽しかったよ今日も配信。15分しかもう15分もしないって考えたんですよ。ちょっとでもやっぱちょっと伝えるだけ伝えとこうと思って、でもやっぱ15分したくなって15分気がついたらもう1時間してた。やっぱりファンの皆さんは偉大だね。壮大偉大か。今日も13位から読んでいきます。13位カラップのブルさん、カラップラクラクラカラップのブルありがとう。ちょっと私マジで頑張れそう。12位スミト、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 スミトの S ありがとう。11位スーさん、ムスドイッパありがとうございます。10位マツンさん、ずっとマツンさんのこと待ってるよ。待つんだ、ずっと待ってるよありがとう。9位イシケンマシンさん、イシケンドメありがとう。男女変わっちゃった、変わってないか、変わってない9位南光さん、南光ぬりぬりありがとう。8位かきひこ、かきひこ、かきひこお父さんみたいありがとう。ありがとうございます。7位、あ、男女変わって呼んでない人おるかな。13位カブ、いっか、あ、ありがとうございます。いしけましんさん男女変わってたけどありがとう、さっきさっきありがとうございます。6位東京 TK 局長さん、東京 TK 局長ありがとう。5位ケンくん、ケンくんのことずっと待ってる、ケンずっと大好きじゃケン、ケンくんのことありがとう。4位きょうちゃん、きょうちゃんのことが好きみゃん、好きみゃん、ミュンミュンミュンありがとう。3位ジュリボー、ジュリジュリジュリボーありがとう。2位つぼのしん、つぼのしんありがとう。そして1位がドゥルーパー、福13さんです。クマじゃない、猫じゃない、クマだよ。ありがとうございました。ボン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 ありがとうございました。今日も配信楽しかったです。お疲れ様でした、お疲れ様でした。よし、じゃあまた配信しますね。待ってます。ありがとうございました。とても楽しかった。じゃあね、お疲れ様です。じゃあおやすみなさい。リューブまた来てください。バイバーイ、お疲れ様です。